場しています。そうなんですよね、まさか彼のプレーをこうして生で見れるとはね、はい、いやテンション上がりますよねこれは、うん、現代のサッカーを形作ったまさにパイオニアですからね。長いサッカーの歴史においてもこんなにすごい選手は思い浮かばないですからね。はい、今日も美しいサッカーで私たちを魅了してくれることでしょう。本当に楽しみです。マンチェスター、データを見ますとワンツーパスでの崩しを攻撃の要としている傾向があります。これは今日警戒しなければなりませんね。そうですね、対策としてはパスを出した選手にしっかりマークをついていって2を遅らせることが大事になってきますよね。他の味方の選手がカバーできれば違う対処の仕方もあると思うんですけどもね、ワンツーを使うタイミングはなかなか分かりづらいですからね。カフー、コチーニョ、フィリペ、ここで受けて上か、どっちだ、これはペナルティーエリア外という判定。絶好の位置からのフリーキックに変わります。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。さあ誰に合わせるのか。直接狙うにはちょっと距離がありましたけどもね、しっかり枠に飛ばしてきましたね。いいキック持ってますね。オールズ、組み立てながら攻め上がっていく。うまいですね。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧。シュート、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出してるボールがね非常に効果的ですよね。サイドを縦に走らせます。自分で行くのか。プレスからボールがこぼれる。さあコーナーキック、ローマ、このファーストハーフ最初のコーナーキックはローマ。ヘディング、狙いしましたんですがヘディング決まりません。エンゾンジ、アザール、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません。ビダル、さあカウンターを仕掛けます。出ましたね、いいボール入りますよ。クリスティアノ・ロナウド、フリーダ、クライフ、さあカウンターのチャンスになります。クリスティアノ・ロナウドからアザール、クリスティアノ・ロナウドからベイル、ビダル、コーチーニョ、マクマナマ、左サイド上がります。一人で持っていくか、マイスウィル、中につなぎたい、一気にカウンター抜けてくる。ルーズボール、危ない、収まった、フリーだ、来た、止めた、マクマナマ、ベイルからクリスティアノ・ロナウド、これ入りましたよ。マクマナマ、コーチーニョ、サイドのスペースを使います。自分で行く、ボールが上がる、
そのままキーパーが抑えました。ジョルディ・アルバ、スコアこそまだ0対0なんですが、前半ここまで両チームとも見どころの多い展開です。どちらもシュートまでは行ってるんですけどもね、オフサイド決められないんですよね。まあ、喉から手が出るほど先制点が欲しい両チームでしょうね。さあ繋がるか。さあ右へ預けて抜けてくる。来ましたよ。来た。ジョルディ・アルバから長いボール縦へ、カウンターを仕掛けます。ロナウド突破できるか、シュートまでいけるか。どうだ、来た、シュート。コーナーキックになります。さあラストプレーになるのか。前半ここはキーパー処理しました。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0、両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。せめぎ合いの状況でも、攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、この後優位に進めていくことができますからね、そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。なるほど。前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。後半スタート0対0で折り返しです。パウリーニョ、ビダル、この辺の攻防はすごいですね。ベンゼマからクリスティアーノ・ロナウド、ロナウド裏のスペースへ、パウリーニョ大きく縦へ、スコールズ、スコールズからベンゼマ、さあカウンタースピードを上げたいところ、縦へのボール、カウンターを仕掛けていきます。これはつながりませんと、ボールは抜けた、勝負のシーン、クリスティアーノ・ロナウド来た、先制ローマ、ようやく均衡を破りますローマ。クリスティアーノ・ロナウド、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはローマ先制ゴールが決まりました。1対0、一旦主導権を握った形になりますけど、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。スコールズから左サイド、絶好の位置、どうする、これ仕掛けるか。ローマとしてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。そうですね。バレンシア中に入れる、ジョルディ・アルバ裏のスペースを狙う、ローマここでファールをもらいます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ローマとしてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね、積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。クリスティアーノ・ロナウド追加点、ローマ追加点が決まりました。これで差は2点。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはクリスティアーノ・ロナウド今日2点目のゴールです。
さあローマ得点を重ね2対0という展開。いや止まらないですよねこの勢い。何かのきっかけで一つ乗ってしまうとこうもプラスに働くチームなんですよね。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。シュート、いや惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか危ないシーンでした。マンチェスター奪った後に早いですよねゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。もう一つ前に行きたい、チャンスになる。どうだこのシュート、ローマは2本目のコーナー。ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。ベンゼマゲット、マンチェスター、マンチェスターあと2点というところまで来ました。これはちょっとキーパー反応遅れてしまいましたね。いいシュートでしたね。見ているこっちも気持ちよかったですからね。矢のようなこういいシュートでしたよね。さあマンチェスター、流れを変える1点となるんでしょうか。カフー右サイド上がっていきます。カフーからボールシュート、デヘア、おっとどうだ、もう一度ね、また打ってきた。追加点には至りません。ローマ決まってればもうゲームは決まってますよねこれね。ローマ入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。さあ左へ預けてロングボールを縦に送る。残り5分を切っています。クリスティアーノ・ロナウドがこのパスいけるか。さあフラッグは上がっていません。さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。時間の使い方も大事になってきますよね。ボダル、今度はどうだ、クリスティアーノ・ロナウド、すでにこの試合で2ゴール決めています。カフー、この柔らかいパス、足元のクロス、ローマとしては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。ここで笛です。3対1、ローマ勝利を収めました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。ローマとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん本日